2ストライク。高いバウンドはショート源田合わせて一塁アウトになっています。センターへ抜けない源田立ち上がって一塁バンクションあったがアウト。どうなるか分かんないですからね、外国人選手の場合1本出たら高め打ちっていう形になりますからね、スムーズです。ここまでまだフォアボールはないという田畑、引っ張った打球は三遊間深いところから源田の送球はどうだ、アウト。ルーキー源田堅い守備です。非常に経験積んでね、はい、頑張ってますよね。届きするバッティング、ショート源田一塁送球アウトです。すればやはり優勢が投げた時は他のピッチャーが誰もやっぱ休めると、はい、うまく取った源田ナイスプレイ。ルーキー源田なんですね、センターへ抜けない源田が回り込んでアウトです。これ高いバウンドは浅村かショートに任せました。ここはいい声のコミュニケーション出てました。今源田が行けると言ったんですね。源田が一塁へ来た、来ました、ナイスプレー見せましたね。ショート B 源田追いついてる、これもいいボールです。素晴らしい源田の守備でワンアウトを取りました。マニア良くなってきましたね。お、源田は踏ん張ってすぐに一塁だ、これもいいプレーが出ました。三遊間の深いところ、ショートの見せ場でしたけども、踏ん張ってね、反撃をもう少し待ちたいですね。これも見せるか、もううまいという表現以外何があるんでしょうかね。これなんて表現したらいいんですかね。そうなんですよね。これも詰まらせた源田、今度は前、左、右、前守ってます。この牧原です。初球から打ってショートバックハンド掴んだのは源田、わ素晴らしいプレーです。なんですか、こう波がないような投球に今年はなってますから、はいはい、これは見せ場ですがセーフ。しかし源田もすごいプレーでしたね。今ピッチャーのショート、ショート飛び込んだ、さあ立ち上がった、一塁はアウト。目に見える部分だけではなく目に見えない部分もアピールしたいんだと話す茶谷ですが、さあここも軽快にさばいていきます。打ちに構えたが三遊間は源田から一塁へ間に合うか、ナイスプレー。ワンアウトランナーなし、三遊間だ、源田が見せば、源田がワンバウンド送球、取り戻していない。もちろんそうですよね。ただピッチャーがシュッと弾いてショートバックアップ、源田ベアハンド、ナイスプレー。後半三遊間だ、源田見せるか、見せるか、見せました。想定内のプレーでした。源田三遊間、ストレートからショート、さあ源田だナイスプレーピッチャーが足、ショートが追いついています。源田一塁へ、いいプレーだ。ショートがこの源田、うまさがありました。軽快にさばいています。この回もランナーを背負った天皇さんとかね、いうシーズンもあったでしょうし、おっとこれはピッチャー取れません。ただ源田が出た、源田が出た、アウトにしました。三遊間ショート追いつく源田、二塁はどうだ、アウト。点になっていたという回です。ショート源田深い位置から確実にアウトにしました。高め打ってショート、源田アウトコーナー、二塁へ、源田から外先を送られてスリーアウト、ね、なかなかちょっとこう気はやっぱり抜けない打線になります。ショート源田打ち取ったか、ショートゴロ 6-4-3 は
渡りました。ダブルプレーです。まとめます。打球と、うわー、一塁へ、あー、源田、源田、源田ですね。ちょっと違うね、ちょっと次元違いますよね。めちゃくちゃ怖かったと思いますよ、これ。いや、これも難しかったと思いますね。バットの動きも気にしながらですから。本格をして、まあ、首位打者はもう確定と。おっと、ピッチャー返し、一瞬右下った、ショート源田が取る、一塁へ、ただ源田のいいバックアップ。3割5分を目指したいんだということで、今日1本打ってね、3割5分にしてというところを本人は狙っていた松本剛だったんですが、ここは源田の素晴らしいプレーで9アンダーでしたら3割。